ケートチームエースリーダーの松本千佳子です。チームエースは5月28日にオリジナル新公演愛を君に愛を僕にの、初日を迎えます。なんと、プロデューサーには小室哲哉さんが、楽曲を書き下ろしていただきました。そうですね、今まで応援してくださってるファンの人はもちろんなんですけど、これから SKE48 を知っていただけるきっかけにもできるように、チームエース一同頑張ってまいりますので、皆さんぜひ劇場に遊びに来てください。応援よろしくお願いします。チーム K2 リーダーの太田彩香です。今日がリーダーになって初めてのお仕事ということで、とても緊張しているんですけども、そうですね、チーム K2 はとても個性が強くて、とても明るいチームだなってすごく思いますので、そういったところを活かしながら、チームを作っていきたいなって思いますし、チーム K2 見てて楽しいなって面白いなって思ってもらえるように、ファンの皆さんと一緒に、楽しさを共有できたらいいなって思います。皆さんこれからのチーム K2 を楽しみにしていってください。チーム E リーダーの須田あかりです。私が SK48 に入って地元の良さをたくさん見つけられたように、皆さんに地元っていいなって思っていただけるきっかけを一つでも多く、共感できるようなグループになれたらいいなと思います。まずはAKB48 の姉妹グループの第1弾として地方に作りましょうってなった時に、名古屋の栄を拠点に、グループを作るということで、その頭文字を取って SKE っていう、まず名前の部分での違いはそこかなと思っていますが、ダンスだったりとか、そういう、なんだろうな、リズム的な部分、根付いている特色はまた違うのかなって思ってるんですけど、はい、幅広く活動しているメンバーが多くて、本当に何事にも全力、パフォーマンスいったらもう汗で髪がくしゃくしゃになるくらい全力で踊ったりとか、体育会系のことが多いかもしれないですね。体育会系、そうですね、なんか学校の行事とかを全力で楽しむタイプみたいな子が結構揃ってるのかなっていう。チーム S はピュアなチーム、今のチーム S の強みって何なんだろうねっていう風に話すことが多いんですけど、なかなかその答えが見つからなくて、ただ今も模索中なんですけど、こう 今の段階では真っ白で何色にでも染まれる本当にピュアなチームだなっていうふうに思ってて、はい、チーム K2 はですね、個性が本当に一人一人強くて、ボケとツッコミみたいなのが本当にはっきり分かれてて、メンバー一人一人結構なんか、笑いを取ってくれる、人が、副リーダーの青木しおりさんなんですけどもその青木しおりさん中心となってすごい笑いが起きるんですけども、結構アイドルの仕事って結構ファンの人を笑顔にするお仕事だと思うんですけども、こうパフォーマンス以外にもトークですごく K2 を見せれるのかなってすごく思います。チーム E はもともと末っ子で一番最後にできたチームなんですけれど、その当初はやっぱ末っ子感だったりフレッシュ感っていうところが売りだったんですけど、自分がリーダーになった意味は何だろうって思った時に、チームのコンセプトも改めてみんなに伝えさせてもらって、今も変わらずあるのは、一人一人どこのポジションにいてもみんなが主役だよっていう、で私自身が結構前に前にどうやったら目立てるかみたいなので、結構アイドル人生最初の方、歩んできたからこそいろんなファンの方に気づいてもらえたりとか知ってもらえたかなと思ってるので、そういう部分はメンバーにも受け継いでいきたいなと思って、チーム E のコンセプトにさせてもらってます。私は一番は AKB48 というグループに憧れて、初めてテレビで見た時に、なんだこの可愛い人たちは、で可愛いだけじゃなくて、こうバラエティだったりモデルさんだったりいろんなジャンルでやられている姿を見て、なんかアイドルって歌って踊るだけじゃないんだっていうのにすごい惹かれて、そこから AKB さんの楽曲を聴くようになったり、でダンス真似るようになったり、でそしたら近くにすごい一緒に応援してるすごい熱血なファンの子もいて、その子と一緒にじゃあオーディション受けてみるっていうふうに誘ってもらってだったので、やっぱり一番は自分が元気だったり笑顔になれたので、それをこう応援してくださってる人に私も元気や笑顔を
与えたいなっていうふうに思ったものを聞いてます。私は、姉が今もアイドルなんですけど、元 MMB なんですけど、そのお姉ちゃんの存在を見てきて、ちょっと憧れた部分もあったんですけども、正直オーディションを受けるときは、本当今じゃ考えられないんですけど、本当意識の性格で、本当恥ずかしいので、全然表に立てない人だったんですけども、まあ、そうですね、母に背中を押されるみたいな感じなんですけど、やってみたらどうみたいな感じで、オーディションを受けたのがきっかけなんですけども、正直その時は、やっぱりね、ちさ子さんと一緒で AKB ブームが流行った時代で、AKB もそうだし、お姉ちゃんの存在を見て、すごいちょっと憧れを持ってた部分もあったんですけども、でもちょっと私にはちょっと無理だろうっていうちょっと気持ちは正直ありましたね、当時は。はい、はい、私はもともとアイドルにあまり興味がなくて、周りは高校3年生当時で、みんな部活とかの最後の追い込みで、引退に向けてすごい盛り上がってる時期で、みんな青春をしている中で、私部活やってなかったから、習い事だけだったから、なんか青春してない自分にその時に気づいちゃって、でなんかみんなで何かやってみたかったなって思った時に、なんか SKE って青春してるように見えるな、 AKB とか SKE って青春してるなっていう風になんか見えたんですよね。なんかみんなで歌って踊って楽しそうって思って、なんか青春取り戻したくて受けたところもあるかもしれないです、憧れて。なんかすごくあり方はグループ自体変わってきてるかなっていう部分と、絶対変わってないなって思う部分があって、まず変わってないなって思ってて、より素敵になってるなって思うのは、ファンの方との絆っていうのが SKE48 ってすごく濃く出ているなっていうのは、多分地域柄もあると思うんですけど、他の姉妹グループと比べるとすごく濃いファンの人が多くて、でこれ芸事に関して名古屋でよく言われてることなんですけど、一度好きになったり一度認めた芸事をしてする人たちに向けての目線っていうのは、一度好きになったらもうずっと変わらない愛を注いでくれるっていうのが結構この土地柄で違うっていうのを結構他の地域の方とかも言われるんですけど、私自身はもうグループと出会った段階ですごく変わりましたね。その人に応援してもらうっていう感覚に、もうアイドルになってデビューして最初の日に感動して、まだ顔と名前、なんかプロフィール写真が出て目の前にいる私を見て、これからずっと応援するからって初めて会った人に言われた時に、なんでこの人私の内面何も知らないのにこんな強い眼差しでずっと応援するって約束してくれるんだろうって、アイドルのファンの人ってなんてピュアな人たちなんだろうって感動して、でもちょっと怖くもなったんですよ。私のこと何も知らないのに好きって言ってもらって、私その気持ちに応えられるのかなってすごく不安にもなったりもしたんですけど、けど全力でやったりした分だけ、誠意を込めて向き合った分だけ、握手会もそうだし、ステージの上でのなんか立つための準備、振りを覚えるとかにしても練習するとかにしても、なんか努力した分だけ受け止めてくれる人がいるっていうことに感動して、なんか本当人対人っていうのをすごく生きる上でも大事にするようになりました、アイドルになって。 SKE48 の結成15年で、私が最近感じるのは、なんかよりいい意味でアイドルらしくなくなったなっていうふうにすごい感じてて、っていうのもなんかアイドルという歌って踊る仕事だけじゃなくて、最近だと、芸人やってる子もいたり、プロレスやってる子もいたり、競馬だったりボートレースだったり、なんかいろんなジャンルで今活躍してる子が多いなっていうふうに思ってて、そのテレビの前で曲を聴いて応援したいって思わせるだけじゃなくて、今はいろいろな、それこそプロレスだったり、その場で好きになってくださるそのプロレスのファンの人が、誰だろうこの子、あ、SKE の子なんだ、じゃあ SKE の子ってちょっと注目してみようかなっていうふうに、そういうふうになんかその流れで好きになっていただくことが今増えてきたんじゃないかなと思うので、アイドルファンの人以外のファンも今
こうグループを応援していただけるように今してるんじゃないかなってるんじゃないかなっていうふうに感じるんですけど、やっぱりこうチーム結成収穫して結構先輩方にこう支えられてといいますか、なんだろう、結構私のね本性というか結構ちょっとねやばい人なんですけど、自分で言っちゃうんですけど本当になんだろう、なんかこうのびのびできるこう環境をこう先輩方が作ってくださったので、なんだろう、こう失敗を恐れずに何でも調整していいんだよっていうことをすごい先輩方が教えてくれたので、なんかそこでなんかね自分の変わるきっかけとなったので、はい、私まずグループとしての目標はこう、まあ、チームS何度も言っちゃうんですけど、5月28日に新公演が待っているので絶対にそれを大成功させたいですし、今みんなで話しているのは初日に見てくださったファンの皆さん全員が涙流しちゃうぐらい、配信を見てくれてる人もその配信の先でも涙を流させるくらい感動させる、なんかこれからの SK48 に残る神公演を作ろうっていうふうに思ってるので、グループとしてはそれがチーム S の目標であって、個人としてはやっぱりチーム S のリーダーとしてもこう個人の知名度も上げたいなっていうふうに思ってて、こうその中で自分の一番の活かせるものは何だろうっていうふうに考えた時に、個人的に私すごい映画が好きなので、なんか映画に携わるお仕事とかだったり自分の得意なことを活かした上でのなんかお仕事にこれから挑戦していきたいなっていうふうに思っています。他のチームじゃなんかできないようなことをなんかしてみたいなと思います。なんか失敗を恐れずに誰かなんか大きいことをドンってしてみたいなって、 K2 だからできることみたいな、なんか私と青木しおりさん、副リーダーのおしりんさんでチームを作っていくんじゃなくて、まあ宮野さんも言ってくださったんですけども、チーム K2 みんなで新しい K2 を作っていきたいなっていうか思いますね。はい、1年前からギターを始めて、でそれまで私アイドルやってるくせに歌うのがやっぱりすごくずっと学生の頃から苦手で、でもギターと出会ってから歌うことがあまり苦じゃなくなって、なんか改めて歌を楽しんでいるな、歌うことに携われてるこの仕事を楽しめているなって思ってて、自分の表現っていうのは無限だな、まだまだと思って、楽器を使って自分の表現、声で表現なのか、体の隅から隅までまだまだ自分で表現したり伝えられるものってたくさんあるんだろうなっていう、自分自身の可能性に今すごく30歳超えてよりワクワクしているので、なんかやってみたいって思うことを全部やっていける体力をしっかりとつけていきたいなと思います。ギターを今はちょっと楽しもうかなっていう感じです。これからも SKE にはなんか素敵でいてほしいなっていうのは私の中での目標で、自分がいる間はもちろんですけど、いなくなってからも SKE48 には憧れの存在でいてほしいっていうのが一番の願いで、うん、だからこそ自分がアイドル人生を全うしてきてる自信があるからこそ、どうやったらみんなが自分に自信を持って活動していけるかっていうヒントはたくさんみんなになんか見つけてもらいたいなって思いながらいるんですけど、例えば今こう初めてリーダーになってどうしようって悩んでいるメンバーがいたりとか、でもそれもなんか見ている側の人たちからするとすごくドラマがあるし、その姿を見て自分も頑張ろうって思う人もいたりだとか、必ずなんか自分の境遇に今の自分の学校とか職場とかの境遇に当てはまる、重ねたくなるような子が必ず一人はいるのがこのグループなのかなって私は思っているので、ぜひ皆さんがなんか自分とドラマを重ねたくなるようなメンバーを見つけてもらったりとかして、地元で皆さんにこれからも愛してもらえるようなグループになってったら一番嬉しいなと思います。